はいどうもつけ麺ズームそっアビちゃんはい、いくよ。はい、バケツの中の生地使い切るまで帰れません。よしつい。これね、これね、もうね、満タンに入ってるんですよね。傾けられませんけど、ここら辺まで入ってます。これね、これ8リットルのバケツに並々入ってます。小麦粉が2キロか、あと卵とか卵、大豆、生地ね、このバケツ生地、ちなみにこれぐらい入ってます。はい、見えてるかな、これぐらい入ってます。もうひたひたです。これでお好み焼きやらたこ焼きやらいろいろ作って、このバケツの中に入ってる生地を全て食べ尽くすっていう企画です。今回ははい、たこ焼きの具材、ウインナー、タコ、はい、タコ、はい、小エビ、エビ、紅生姜で、チーズ、青のり、キムチ、キムチもあります。じゃあ早速焼いていきましょうか。焼きましょう。ではレッツクッキング。そのバケツのままいく、いきますよ。じゃあはい、この日のために俺ヒカキンさんの動画見て勉強したんで、なみなみ入れるらしいっす。1回で割と使うね。そうっすね、意外と。はい、じゃあよし、ほんじゃあ具材、タコに入れる具材入れていきましょう。何入れる？もう最初はもうタコでしょ。まずはスタンダードタコ焼き。あんまり具材入れすぎても多分お腹いっぱいなんねんな。でもこの1ターンで割と減ったよ、傘。うん、減った。2センチ減った。2センチ。でもこれいきます。おお、やばい、お好み焼きの形がいびつになってるぞ。あ、でも案外すぐ焼けますね、もう。あ、いいね。あ、紅生ね、紅酢翔太。これウインナーも入れました？ウインナーは入れてない、今タコ入れたから。今日はもう本当にあんたが大将だ。そう、今日はリーダーに逆らっちゃいけない日だから。まあ、任せて。粉もん作る日は、え、ちょっとひっくり返しちゃっていい？はい、いくよ。おお、大丈夫大丈夫大丈夫。せーの、あ、おお、あ、これもういいんじゃないですか。割といい、いいと思うね。はい、ね、いいと思う。おー、すごいね。これやり方わかんないんだけど。あー、いけた。おー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 、すごいいいね、これ作りやすいな、これ。そう、くるっとするね、こうなる。あ、いや、めっちゃいい匂いしてきた。たこ焼き楽しいな、作るの楽しいですね。たこ焼きいい感じやで。もういいんかな。いいと思う。うん、いい。皿に盛って、もう次のやつ焼いちゃおうか。そうですね。はい、おー、いいね。たこ焼き屋さんの店員みたいな手際や。ヒカキンさん見たんで。ヒカキンさん見たから。はい、お待ち。すごい、めっちゃいい感じじゃない。いいね。はい、お好み焼きも OK。 おーおい、じゃあ、間髪入れずに作るか。はい、まずじゃあね、リーダーがバイト先の店長で、はい、俺が新人っていう体で。アクション。どうすか、これでいいですか。違う、あ、もっともっともっと、あ、もっともっと大胆に、大胆に、大胆にが、はい、そうや、そうや。俺も早く店長に見たくなりたいっす。まだまだやな、あと10年かかるわ。おすべりコント、おすべりコント、何も生まれなかった。はい、ウインナー。あ、ウインナーバージョンで行こうか。今回は豪快さは必要だった。いいね、豪快やな。だってプロこうやってますよ、みんな。ヒカキンさんはこうやってたでしょ。こうやってました、バーって。でもこれだいぶ減った、減った減ったよね。見えるか分かんないけど、かなり減った。よっしゃ、お好み焼きとたこ焼き完成でーす。はーい、よいしょー。はい、いただきます。うわ、うまっ。銀だこ超えだ、銀だこ超えだ。あ、うまっ。これうまいな。好みちゃんも食べてみようよ。じゃあ好みちゃんいただきます。はい、最高。これいいですか。うまっ。キムチめっちゃいいわ。いただきます。うまいよ、ね、うまっ。キムチめちゃくちゃいいね。うん、お好み焼きめっちゃうまいね。うまい、これうまっ。よっしゃ、じゃあもうお好みこれ OK だから、うっ、お好み焼き第二陣作っちゃいます。じゃあ1枚完食、ついでに。ついでにたこ焼きね。たこ焼きも完食。これいいかな、もういいや。はい、出来上がり。おー、たこ焼きね。はい、たこ焼きも第二陣。今度はウインナー入りでございます。間髪たこ焼きいく。いや、どうした。いい、大学、俺は長く持たん。授業。これちょっとあれやっていいですか。エビチーズ、エビチーズたこ焼き。はい、よし。チーズね。この回絶対一番欲しいです。この回のお好み焼きも絶対欲しい。おー、マジで。うん、それ何入ってるの、それ。いや、さっきと同じ。絶対一緒や。全く一緒や。焼き方が違うから。あ、うまなってるってこと。そう。あ、チーズがいい。とろけてね、チーズいいね。はい、意外とケチャップとかでやってたら美味しいな。あ、やっぱソースマヨって美味しいけどさ、どうしても飽きちゃうもん。そうなんですよね。あ、気持ちいい。この、なんだろう、かさぶたはげたみたいな感覚じゃない。この
ね、深追いした鼻くそが取れた時ぐらい。ああ奥まで追い込んでのそのそう追い込んだ時ね、魚釣るみたいな感じだな。カンってこのね小指がね、あのあれわかりません、ちょっと奥まで行き過ぎてフンってやるとこの辺で息切れしてて、わかるわかるわかる、ズルーンって抜けた時、そうそうそう、体感すごい。10秒ぐらい眺めるもんね。眺める眺める、お好み焼き2枚目完食。おすごいね、ここでちょっと油をカリカリにするの、はい、揚げます。真ん中風にします。あ、カリッカリね。はい、あ、ほんまや、めっちゃカリカリね。真ん中のやつすごいよこれ。カリカリや。関西にありますか、銀だこって。あると思う。 あるんだ銀だこ。大阪発祥じゃなかったら嫌やな、どっかの東北じゃないですか。東京なんじゃん。でもそのオーナーは関西人になってほしいな。全くのなんか全然大阪人じゃない人が東京でたこ焼きやるっつってさ、鳥取の人とかやってたの。そうそう。やだよ、鳥取に失礼やけど。でもお好み焼きオッケーだな。これめちゃくちゃうまいからちょっと誰か食べて。俺の生涯最高傑作。これだったらめちゃくちゃ食べたいですね。はい、生涯1位。これは安倍氏の人生らしいんで。そう、俺の人生がもうそこに詰まってるから。28年間の全てがそこに入ってるから。マジで。そうや。まあまあかな。まあまあかい。ちなみに今お好み焼きこれ4枚目、たこ焼きは60個目でしょ。60個目。お腹的にはまだいける？まあ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 。まだいけないと困るぐらいの量残ってる。今度何たこ焼きにする？キムチーズ。まあでも今のでもう割と半分ぐらいまでやったね。いきました。あ、絶対いってる。半分は半分はいってるよね。いた上の方から量終えたらね、半分はいった。いった。うん、うん、すげえ、何個これでいった？60のお好み4枚。たこ焼きマントマンって知ってます？知ってる知ってる。たこ焼きマントマンっていうヒーローがいるんですよ。知らない、俺聞いたことない。たこ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 焼きマントマンって。それは聞いたことある。あるやん、それは聞いたことある。たこ焼きマントマンやな。聞いたことある。めちゃくちゃ俺見てた。たこ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 。違う違う。どういう物語なの？戦隊もっと一緒やな。めっちゃ緩くした戦隊もんだね。いろんな色いるんですよね。レンジャーなんだ。そうそうそう。それとサイボーグクロちゃんを見て。あああれめっちゃいいよな、あの歌。サイボーグクロちゃんも俺わからん。言うてる間にお好み焼きが、これが4枚目。4枚目か。お好みたいでしょ。あ、はい。一回素焼きして。あ、いいよいいよいいよ。チーズ乗せてで、メープルソース乗せて食べたいんですよ。やろう。より消費しよう。そう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 。やっぱそういう作戦もしないと消費できないから。素焼きします。あ、やばい、クレープ生地みたいになっちゃう。いいね。いいでしょ。でもこれだいぶ消費できるから。ちょっとこれどう想像してた。想像してた。違う、丸くて可愛いやつ。そんなぎっしり詰まってる。うん、おお、お好み4枚。これで4枚もか。お好み焼き4枚、たこ焼きが80個目。もう多分ガチで半分ぐらい。そうやな。おお、ガチで半分ぐらい。これ持ってんちゃう？おお、いいねこれ。ちょっとこれじゃあまずひっくり返していい？はい。これマジでいいよ。いくよ。はい。せーの。ほら。おお。クレープ。僕のテンポ上がる。クレープ。あ、これさ、チーズとかここに入れて。そうそうそう、畳んで。これとかもこのまま。ダメダメだ。しょっぱいになっちゃうから。これがもうナンみたいになってる。カレー持っていきましょうか。これマジでなんじゃん。これはしょうちゃんどうやって作るか。ピーバーね、ピーバー、ピーナッツバター。あ、これ絶対うまいじゃん。やっとこうやって一人で作れるぐらいのね重量になった。もう確実に半分は減ったね、うん、やっぱたこ焼きってだいぶ消費できるね。何杯ぐらいいるの？10杯ぐらいいる。ああ、10杯ぐらいじゃない多分。だからだいぶたこ焼きで、うん、あとどんぐらい？あとこんぐらいですね。もう結構あとこんぐらいです。3分の2は使ったよね。そうやな、うん、多分。めっちゃこれうまそうなんだけど。え、俺これめっちゃうまいじゃん絶対。これいい感じ。これめっちゃうまそうじゃん。うまいっすよこれは。料理名は何？じゃあこれはなんだなんじゃない。メープルかけたら美味しいピーナッツバターです。クソなげえな。はい、完成。おお、どうぞ。いいの、はい、これは俺マジでかぶりついてください。じゃあかぶりついちゃっていい？はい。1。おお。そう、人生超えた。そうやん、マジで。なんなんだ、なんだろう俺。なんか食べたことない料理というか。あ、うん、うん、おいしい。なんだろうねこれ。え、ちょっとそれもう1枚作っていい？じゃちょっとこれもう1枚作るよ。はい。クレープナン。あ、確かにクレープとナンのちょうど間ぐらいじゃない？
クレープなんて、そうそう、俺言おうとしたのに今それとかペンで、俺もそれ思って、あ、俺が悪かったじゃあテイク2お願いします。これあれや、クレープなん、いや、クレープなんの方がいい。あ、そう、かけてちょっとちょっとは、はい、じゃあもうあのね、こんなです。あとこれうまいわマジで本当に、彼女できたら食べさせてあげたいそのレベルではないけど食べさせたそのレベルじゃ低すぎるでそれ、これで80個あー、お好み焼き4枚、たこ焼き80、謎の包み小麦粉1枚。意外と食べれない。食べれますね、全然お腹は。やっぱさ、小麦粉って言ってもやっぱ水分も多いから意外と食べれるね。いきまーす、せーの。やばい、やばい、綺麗やな。メープルももうピーナッツバターもないから。え、そんな食べたかったんすか。待ってね、なんか探してくるからはい、私見つけちゃいました。何見つけた？チョコレート。これはもう救世主にも程があるわ。じゃあチョコちょっとここに乗っけていい？はい。たこ焼きの中にもチョコレート入れたら美味しいです。やめろ。もうこれいけるよ。え、これ100個目だよね。5回目ってことでしょ。やっぱだんだん美味しくなってきてる。なるほど。めちゃくちゃ美味しい。ね。120個目。え、これやったらだいぶ減るんじゃない？ほらもうだいぶだいぶもう。もう少し、ほら斜めにするとそこが見える。じゃあ1列チョコ入れよう。って言ってる間にあのこっちのデザートも OK だから、ちょっとこれマジで俺絶対うまいと思うの。いただきます。うおー、おいしいマックのチョコパイ。あー、三角チョコパイめっちゃうまい。あ、おいしい、おいしい、おいしいよね。おいしいわ。デザートとしてこったらめちゃくちゃおいしい。三角チョコパイだよね。うん。じゃあ次こっちでケバブみたいなソーセージとか挟んでショッパー行くっていう。ああ、え、待って、マジでもうなくなりそうだよ。もうあとほんとこんな、もうほんとあと少し、マジで。じゃあこれ100個目。100個目、よいしょ。100個。もう、はい、チョコレートの食いたいよって人チョコ食べてみる、ね、はい。あ、でもうまうわ。全部入るかな、それ全部入りそう。え、いける、全部いける。いきます。まあ、ゆっくりと、ゆっくりね。はい。終了。強引だないや、こん中でも空になったね。はい、やっと空です。焼けたよ。これラストか。たこ焼き何個目？140個目ですあのもう真っ暗外本当に真っ暗。真っ暗。え、もうええで。はい、じゃあちょケバブ作るわ俺。その間にたこ焼きとこは、玉ねぎもね、好み焼きのが残ってるから。玉ねぎお腹いっぱいなんだ。お腹いっぱいなんだタコライス風な見た目じゃない。そうですね、マヨネーズかけてこんなもんかな。おーおお。ちょっと俺食べていい、これ。はい、いい音だ。ケバブのソーセージ版って感じ、ほんと。一回休憩しよう。うん、しましょう。休憩。はい、休憩終わり。休憩しました。ちょっと復活したぞ。あとたこ焼きが12個とこれとこれ。いや、それは食べてください一切れ一切れ冷めた方が美味しいですね。チョコのやつ冷めたやつ、チョコは冷めたやつの方が美味しいわ、うん、いや、ちょっと俺これなくすわ、もう。じゃあ、おお、はい、じゃあリーダーこれ1個食って、俺2個食うから、安倍氏は1個食って。おお、いい、はい、男気、男気、マンモス。うん、あっ、あっ、マンモス。じゃあたこ焼きこれで完食。よっしゃ。ちょっとまあ俺作ったからちょっと一旦行くわ。うわあ、うわ、かっけえ男前よっ。小麦の申し子、申し子や。小麦色の肌の申し子や。申し子いけ、申し子。こんぐらいできる子ですから、うちの小麦ちゃんはもう無理だよ。おー、なかなか申し子やな。よっしゃ、まだまだテレビ応援でもうそうだぞ。うん、新潟で生まれ27年、小麦のために頑張ってきました。小麦の申し子、その巨大な小麦を口の中へ放り込む、うん、完食にしても俺らの企画の中で一番時間かかった、ね、時間かかった大食いやったなこれな、うん、だってこれですよ、この生き死食べたんですからね。素晴らしいですよ。いやー、もうやりきったやりきった。とりあえず完食。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。お願いします。 Twitter と Instagram のフォローもお願いします。バイバイ。バイバイ。裏や裏のこの滑り止めや多分。あーす、あ、滑り止めっぽいね。ないとこある？あっあった、あった。